この動画はアルティウムの提供でお送りします。こんにちは。今日は昇圧コンバーターの自作と簡単な解説です。それでは実際に作っていきます。インダクター、 MOSFET、 ダイオード、電解コンデンサー、最後抵抗負荷を取り付けて完成です。これが今組み立てていた回路、昇圧コンバーターです。ここに電源があって、こちらが負荷です。この昇圧コンバーターは負荷の電圧を電源電圧と同じかそれより高くする回路です。ここにスイッチ、今回は MOSFET を使いましたけども、このスイッチを閉じたり開いたりすることによって電圧を変換します。ここにあるスイッチを閉じたとしましょう。そうするとどうなるか。ここに電源があるので、このような経路で電流は流れます。電源とインダクターの直列接続ですので、電流はですね、直線的に増加していきます。今スイッチは閉じているので、ここの電圧は 0V。 そしてダイオードの右側の回路はどうなっているか。キャパシタに適当な電圧があるとします。キャパシタと抵抗が接続されていますので、この経路で電流は流れます。キャパシタから抵抗に電力を供給しているわけです。今キャパシタは電圧を持っていますが、この部分にダイオードがあるので電流は逆流していきません。こっちは 0V ですけど逆流はしません。では次にここのスイッチを開いたとします。そうするとどうなるか。インダクターには基本的に電流は流れ続けます。ですので電流はこういった経路で流れます。この電流はキャパシターにも流れますし、そしてこちらの負荷の方にも流れていきます。この電流はキャパシターの方にも流れていきますが、この電流がキャパシターを充電します。スイッチが閉じていた時はこの抵抗でキャパシターの電圧は下がっていましたが、スイッチが開くとこのインダクターに流れる電流によってキャパシターが充電されるわけですね。このスイッチをもう一度閉じればまた最初の状態に戻るわけです。この動作を繰り返すことによって電圧を昇圧します。入力電圧と出力電圧の式をまとめるとこうなります。まずスイッチが閉じている期間が Ton、 そしてスイッチが開いている期間が Toff です。 Ton と Toff の合計は常に一定とします。ここですね。そしてデューティー比というのを定義したいんですけども、デューティー比というのは分子がですね、この一定のやつで、そして分母の部分がこのスイッチが閉じている時間、これをデューティー比とします。そうしますと出力電圧はこの式になります。例えばこの場合ですと出力電圧がどうなるかを考えてみます。今スイッチが閉じている時間と開いている時間は同じです。ですのでデューティー比は 0.5 になります。なのでこちらの出力電圧は入力電圧の2倍になります。では次にデューティー比を 0.2、 つまりこの Ton の時間を 20% で、残りの 80% を全て Toff にするとどうなるか。そうしますとこの分母は 0.8 になりますので、ですので出力電圧は入力電圧の 1.25 倍になります。ではスイッチが閉じている期間をもっと増やしたとしましょう。例えばこの 80% くらいずっとスイッチが閉じている状態、つまりここにあるインダクターに電流が流れている状態を作ります。で残りの 20% はスイッチが開いている状態です。こういう風な回路になるわけですね。そうするとデューティー比は 0.8 になります。ですので分母は 0.2 です。つまり出力電圧は入力電圧の5倍になります。 1÷0.2 です。こんな感じでセッティングしてます。入力電圧と出力電圧をそれぞれ見ています。ここに書いてあるようにデューティー比は 0.5 に設定しました。出力電圧は入力電圧の2倍になるはずです。で入力電圧を上げていきます。そうすると今入力の電圧は 10V です。出力の電圧は 19.4V、 だいたい2倍になっています。電圧をですね、さらに大きくしても、例えば 15V にしても、出力電圧は 29V ですので、まあ大体2倍ですね。いいと思います。今、デューティー比は 50% ですが、デューティー比を変えると出力の電圧も変わるはずです。デューティー比を 40%、30、20、10。今、デューティー比は 0% にしました。このようにデューティー比に応じて出力の電圧は変わります。でデューティー比を 50% よりさらに大きくしていくとどうなるか。ここにあるスイッチが閉じている期間が長くなって、インダクターにより電流が流れるようになります。
このようにデューティー比を大きくしていくと出力電圧も高くなっていきます。もちろん入力電圧は変わっていません。これが実際の動作波形です。赤色はスイッチの両端の電圧、そして黄色がインダクターに流れる電流です。スイッチが閉じている、つまりスイッチの両端の電圧が 0V の時、インダクターの電流は増加します。そしてスイッチが開いている時、インダクターの電流は減少していきます。なので電流が上昇している期間ではインダクターにエネルギーを蓄えて、そして電流が減少している期間ではインダクターのエネルギーを負荷の方に放出しているわけです。今デューティー比は 50% ですが、このデューティー比をさらに高くします。デューティー比を大きくする、つまりスイッチが閉じていてインダクターに電流が流れる期間を長くするほど、この期間ではインダクターにより多くのエネルギーを蓄積します。ですので出力の電圧は高くなるわけです。この回路でインダクターに蓄えられたエネルギーをキャパシタに蓄積して電圧を高くしていくわけです。このスイッチが閉じている期間というのはこの経路で電流が流れて、電流は上昇していくわけですけども、今度スイッチが開くと電流がですね減少していくと、これはなぜかっていう話ですね。まずスイッチが閉じている期間電流が上昇していくのは、これはもう問題なくわかるかと思います。で、次スイッチを開くとどうなるか。もともとここの経路に流れていた電流ですが、スイッチが閉じることによって電流はこちらの経路に流れていきます。で、キャパシタと抵抗の方にですね流れていくわけですけども、電流が流れているということはこのダイオードは導通しています。で、電源電圧を例えば 10V で、出力の電圧を 20V とします。そうしますとですね、ここ導通しているので、このダイオードとインダクターの間の電圧というのは 20V 以上になっています。ということはインダクターのこの部分の電圧が 10V、 そしてもう片方の電圧が 20V、 逆電圧が加わっているわけです。ですのでインダクターの電流は減少していきます。ちょっと面白い思考実験をしてみようかと思うんですけども、今キャパシタがあるんですけど、このキャパシタを取ったらどうなるか考えてみます。で、ここのスイッチを今閉じたとして 1A まで電流を流したとしましょう。インダクターに 1A 電流を流しています。で、その時にちょうど 1A 流れている時にスイッチを開いたとします。そうするとこれは単純に RL 直列回路ですので電流は減少していきます。で、ここで 0.1A になるわけですね。で、電圧はどうなるか。これがですね結構高い電圧まで上昇していきます。スイッチが閉じている期間は 0V ですね。で、そしてスイッチが開いた瞬間の抵抗の両端の電圧というのは一気に 100V まで上昇します。100Ω のところに 1A の電流が流れるのでそうなりますね。もともと 10V しかないところに 100V の電圧が出てくると。で、これも RL 直列回路ですので抵抗の両端の電圧というのは、一気に減少して、で、最後は 10V になると。こんな感じで昇圧するだけのエネルギーがこのインダクターに蓄えられているというのがなんとなくわかるかと思います。こういうふうに昇圧コンバーターが動いていますが、さらに電圧を高くしたいと思うのが普通だと思います。実際にやってみます。デューティー比を 100% に設定して、そしてスイッチをオンオフさせれば昇圧コンバーターの出力電圧は超高電圧が出てくるはずです。実際にやってみます。基本的にデューティー比が1の状態というのは回路としては動作しません。デューティー比が1の状態ですと、これ電圧がですね無限ボルトになるわけですけども、そうしますと基本的にスイッチはずっと閉じた状態になってしまいます。そうすると電流がですねずっと流れ続けるような状態になってしまうわけですね。そうするとインダクターが燃えるのが先か、それかこちらにあるスイッチが壊れてしまうのが先か、そういった状況になってしまうわけですね。ちなみにデューティー比が1ではなくてデューティー比が 0.99999 とか、そういった状態を考えてみると、それもですねやっぱあまり実用的な状態ではありません。それは何でかっていうと、このインダクターと MOSFET に流れる電流が、ものすごく大電流になってしまうからですね。ですのでインダクターも大きくする必要がありますし、このスイッチのところも大電流に耐えられるものが必要になります。で、あと耐圧も必要になりますね。
この電圧がものすごく高い状態になりますので、このダイオードの耐圧も必要になりますし、この MOSFET の耐圧も必要になります。でこの回路でインダクターはかなり重要です。でちょっとそれをお見せします。これ今インダクターの電流を見ています。電源電圧を上げていくとインダクターに電流が流れて、直流の電流が流れていますね。で今スイッチング周波数 20kHz ですけども、スイッチング周波数を下げていきます。今電流結構デコボコしてますけども、それがさらにですね、この電流のリプルが目立つようになりました。さらに周波数を下げていきます。98765、おお、すごいな。今 4kHz ですけども、ちょっとですね、かなり急に電圧が流れるようになってきましたね。はい、今スイッチング周波数は 2kHz ですが、電流のピーク値はかなり高くなってきてしまっています。でなんでこうなるかっていうと、これインダクターで磁気飽和が起きているからです。このインダクターに流れる電流はあるところまでは一定の傾きですが、それを超えてしまうと急激に上昇していきます。これがインダクターで起きている磁気飽和です。電流と磁束の関係というのがインダクターの基本なわけですけども、電流を流していくとあるところからもう磁束が増えなくなってしまいます。それが磁気飽和なんですけども、磁気飽和が起こってしまうと、このインダクターがインダクターとしての動作をしなくなってしまいます。例えばこの付近ですと、インダクターはもうただ何か線の巻いてある抵抗成分にしか見えなくなっているわけです。じゃあ磁気飽和はどうやって対策するか。インダクターの設計ってかなり奥深いので、いろいろ対策はありますけども、例えばこのインダクター2つに分かれますけども、このインダクターのコアとコアの間にこういうふうに紙を入れてギャップの距離を長くするやり方があります。そうしますとインダクタンス値は小さくなりますけども、より大電流を流せるようなインダクターになります。インダクターの流せる電流値とインダクタンス値はトレードオフの関係になります。で先ほどと同じ周波数の条件でやってみます。ただインダクターにはこの紙を挟んであります。スイッチング周波数を下げていくと、このように電流のリプルは大きくなりますけども、なかなか磁気飽和は起きませんね。さらに周波数を下げます、結構うるさいですけど、さっきと同じ周波数にしましたが磁気飽和は起きていません。このくらいまで来ると若干磁気飽和仕掛けていますね。ちょっと振幅を変えてさらに周波数を低く、ここら辺で磁気飽和が起きてしまっています。でなんですけども、これまで話してきたものはこちらに書いてあるようなインダクターの電流が連続的に流れている場合について話してきました。でこれ電流連続モードと言います。こちらに書いてあるような出力電圧とデューティー比の関係のこの式も電流連続モードでしか成り立ちません。でこの電流連続モード以外にも実はもう一つ動作モードがあります。それは何かというと電流不連続モードです。このインダクターの電流が不連続に流れます。こんな感じですね。ここでスイッチが閉じて、でそしてスイッチが開くと電流がゼロになる。でその期間がしばらく続いて、でまたスイッチが閉じて電流が流れて、でスイッチが開いて、でキャパシタの方にエネルギーが移動する。でこの期間でですね、電流が流れていません。でこういった期間があるモードを電流不連続モードと言います。インダクタンス値が低いとき、スイッチング周波数が低いとき、そして負荷の抵抗がですね大きいとき、つまり負荷の電流が小さいときにこの電流不連続モードになります。で電流不連続モードは出力の電圧がですね、これで書いた式より少しだけ高くなります。電流連続モードのこの式は電流不連続モードでは使えないので、その点だけ注意です。この小圧コンバータの回路がどこで使われているかなんですけども、意外といろいろなところで使われています。ただこの小圧コンバータの回路単体ではなくて、他の回路との組み合わせで使われることが多いです。一番よく使われる回路は力率改善回路です。電化製品やスイッチング電源の中に使われたり、あとは最近の大電力の USB 充電器の中にも使われていたりします。その他には電気自動車の車載充電器の中にも使われることがあります。例えばこんな回路ですね。ここが全波整流回路があって、そしてここに小圧コンバーターがあります。
電源に流れる電流の力率と振幅を制御するためにここの小圧コンバーターで制御します。ここのインダクターに流れる電流をですね、スイッチをオンオフすることでこういうふうにちょっとカクカクはするんですけども、こういうふうな全波整流の電流を流します。そうしますとこちら側には、こちらもちょっとカクカクはしますけども、こういうふうな電流が流れるわけですね。当然インダクターに流れる電流は直流の電流です。まあこんな感じですね、小圧回路の応用は。ということで今日のスポンサーのアルティームの紹介です。どうぞ。アルティームはプリント基板エディターの機能はもちろんのこと、オンラインサーバーでチームと回路図 PCB の共有、回路のデザインレビューもできます。部品在庫をディジキー、マウザーなどでリアルタイムで確認など、プリント基板の設計をより効率的にする機能が満載です。まずは無料体験版があるので、そちらを使って良さそうだったらぜひ職場での導入を検討してみてください。概要欄のリンクから購入してもらいますと割引になります。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。